はい、皆様おはようございます。レイブンです。ちょっと視聴者さんからね、かなり以前にやったね、バラのスタンダードについてね、またちょっと動画を撮ってくれないか的なね、お話があったんで、今回はね、ちょっとバラのスタンダードにをね、まあ今までやってきたやつをね、ちょっと振り返りながら、今回もどんな感じでスタンダードをね、作っていくのかね、ちょっと、ご紹介したいと思いますんでね、まあちょっとお付き合いください。まあ今ね、ここにあるのがね、例のね、バラのうちの野バラですね。この種を取ってね、藍を作ってるんですけど、こちらはね、ロサムルティフローラというね、まあ日本の野バラとよく言われてるやつなんですけど、それの選抜でトゲがない品種なんですよ。なのでトゲのない、ロサムルティフローラ、これを台木に使って、この種から、まあ種をまいて、台木を生産してるんですけど、まあこの中にね、他のね野バラと交配して結構トゲがあるやつが出てきちゃったりはするんですけどね。まあそういうトゲのあるやつはね、できるだけ弾いてね、トゲのない台木でやった方がね、生産がすごく楽なんで、まあ、痛いですしね、とにかくね、トゲあるとね。なんでまあ、トゲのないものを選んでやっていきたいと思います。ただ今回はね、スタンダードなんで、実はこのね、大きな木の、まっすぐ伸びたようなね、ベーサルシュートを使って、スタンダードの台木を作っていきたいと思いますんでね。まあこっからまずいい枝を見つけていきましょうか。はい、こちらはですね、うちのね、バラの台木をね、生産するために、まあその辺を種取り用でね、作っているロサムルティフローラ、野バラですね。それのトゲなし野バラの、まあこれローズヒップになるんですけども。これからね、種を取り出してね、バラの台木をね、今生産してるんですけど、まあ、最近ちょっとね、僕、あんまりバラはね、やっぱりちょっと消毒とかも必要だったり、いろいろ手間だったりするんで、だいぶね、草寄りシフトに変わってますけどもね、まあ一応今回はね、まあスタンダードの作り方ということで、ちょっとこれをご紹介したいと思いますけども、今回はこのね、ローズヒップを別に使うわけじゃなくて、スタンダードの台木を取るということで、ここからね、もう枝を抜いちゃおうかと思います。本来プロがね、作っているスタンダードのね、台木の作り方はね、さらに、まあ、一工程多くて、まあ、今回僕が作るやつよりね、全然ね、手間がかかるんですよ。今回僕がやるやつはね、すごく簡易的なね、楽なね、スタンダード台の作り方なので、まあ、一般の方でもね、多分できると思いますんでね、ぜひ参考にしてみてください。それではね、ちょっと撮っていきたいんですけど、まずね、スタンダードの台木のね、この柱となる、こういう柱となる部分、一番やっぱり短くても75センチ、90センチぐらいは必要だと思うんですよね。で、90センチぐらいまっすぐ伸びた、枝を探すっていうところから始まりますね。まず下を見て、まっすぐってこう上に伸びてるところを見てね、どんな感じのいいやつがいいかなみたいなね、品定めをしないといけないですね。これ見るとね、まずね、この枝とかね、この枝意外とまっすぐなんですよね。この枝まっすぐ。それからその奥のこれですね。これもまっすぐですね。ちょっとこの辺の枝取ってみましょうかね。ちょっとすみません。またいつものごとくソロで撮影してるんでね。まあ、切るところちょっと見せられないかもしれないんですけども、その辺の枝を取っていきたいと思います。さらに言えばね、私の方でこれ一応親木なんでね、あんまりこう、いい枝を切るのもちょっともったいないわけで、内枝って言ってね、これが中心なんですけど、内側に向かってるこういう枝とか、まあ、この枝とか、内側に向かってますよね。こういう枝をね、取っていきたいなと思いますね。それでは、数本取っていきたいと思います。はい、こんな感じでね、先をカットして、ちなみにね、葉っぱは、一番トップだけは残してもらって、トップ1、2、3枚ぐらい残して、あとは全部取っちゃっていいですね。もし下に葉っぱがある場合はね、こんな感じで全部むしっちゃっていいですね。そうするとこんな感じですね。
トップ3節ぐらいだけ葉っぱ残して、あとは全部カットしました。それでこういう感じですね。意外とまっすぐこんな感じで、あるので、まあ、これを、まあ、できたらね砂に刺すといいと思いますね。砂はねやっぱりね、まず根っこが出てもですねあんまり絡まないというかね、あ、普通の有機質の多いようなね培養土とか使うとね、まずこれが腐っちゃったりすることもあるし、水持ちが良すぎてね、プラスアルファもし根っこが出るとね結構ね土を抱いちゃうんですよ。でまあそうすると次植え替えするときとかにね、結構こう絡みついちゃって大変なんで、できたらね砂みたいのに刺すといいと思いますね。じゃあそれではちょっと刺していきたいと思います。はい、すいません、ちょっとねうちに砂がなくてですね、再生土みたいなのをね、うちでやってるところがあって、そこの土をとりあえずね、まあ使っちゃいましたね。ちょっと水持ちが良すぎるんでね、今回これでちょっともしかしたら腐っちゃうかもしれないですけどね。それではちょっと先ほどのね、抜いてきた苗木のね、こちらですね、これをこのまま刺していきたいと思います。もう簡単です。そのままこのままブスです。これで OK です。でこれでもうまっすぐ支柱かなんか立ててね、この状態でこれが点ですね。こんな感じですけども、これでですね、支柱を立てて、管理して根っこが出て来年継ぐっていう感じになりますね。一応苗木のね、作り方はこんな感じですね。めちゃめちゃ簡単です。できたらこの部分がねもうちょいこうちょっと今片手でやってるんであれなんですけど、こう3つぐらいこう金場所をねちょっとこう分けた方がいいかもしれないですね。はい、こんな感じでね、3箇所にちょっと分けて、あとはもうまっすぐこうまっすぐまっすぐ持ってきて、支柱を立てて、縛る感じですね。これで一応台木の方は完成です。はい、実を言うとですね、今回このね、台木のこのね、こちらを取ったのが今日が10月の14日っていうこともあって、これはねほぼ根付かないと思います。今回はこう、なんていうんですかね、まあ視聴者さんから言われて、まあ今この時期にね、まあやらせていただいたんですけども、本来ね、この苗木を取る、この、ほぎを取るのはね、まあ大体梅雨明けぐらいから、まあ要は暑い時期、9月ぐらいまでですかね、こんだけ寒くなってくるとね、もう葉っぱもこう落葉っぽくなり始めて、もう傷み出しちゃってね、あんまり木が水をあげないような時期になってきてるんですよね。まあそんなのを刺したってね、うまく挿し木できるわけがなくてね、まあ他の挿し木苗と一緒で、この時期に刺してもね、ほとんどうまくいかないと思います。やっぱりこの植物がね、まあバラもそうなんですけど、ぐんぐんいい成長の時にね、まあ挿し木をしてあげるのが一番いいんじゃないかなと思いますね。ただね、こんだけまっすぐなね、枝を伸ばすにはね、例えば、6月とか7月じゃね、こんなにまっすぐしたね枝がね、まだ成長してないんですよ。まあ、暖かいところの方はね、全然問題ないのかもしれないですけどね、この白馬ではね、5月ぐらいにやっと雪が溶けてね、まあ、そっからの成長になるんで、こんなにね、90センチも伸びる枝がね、まだ成長してない状況になってる頃なんですよね、6、7月は。なのでね、やっぱりどうしても取る時期がね、8月後半からまあ9月っていう感じですごい短い時期になっちゃいますね。で10月になってくるとどんどん寒さが来てね、今日なんかもまあ最低気温は1桁っていう状態になってたんでね、まあその時に台木を取ってもうまくいかないと思います。今回はまあね、あくまで、こういう感じで取りますよというね、動画になってますね。皆さんもしやられる方はね、フレッシュかつ75センチから90センチまっすぐ伸びた枝を取るようにお願いします。まあ時期的にはこの白馬とかだと8月の、まあ中下旬ぐらいから9月の中下旬ぐらいまででしょうね。まあそんな感じで、目安にしていただければいいかと思います。はい、まあこんな感じでね、あとしっかり水をやってですね、今年はね軒下かなんかでね、たっぷり水をやった状態で管理して、来年のね、まあ初夏から、だいたいですね、まあ白馬だと9月中にですね、
目継ぎをしていただければね、スタンダード完成というかね、それでつけばもうスタンダード、トピアリー上のね、スタンダードが出来上がるんですけど、先ほどもちょっと言ったようにね、私ね、もう最近ちょっとバラから離れてて、どちらかというとね、草中心のシフトになってると言いましたけども、そんなわけで、まあほとんどやってないんですけど、ちょっとだけね、去年2本だけ、こんな感じで刺したのがあったんで、まあこれちょっと、まあ参考にご紹介しますね。こんな感じで刺してね、去年も結局すななくてね、再生度かなんかにぶっ刺しただけなんですけど、これまあ軒下でずっと管理してね、そのうちにね、こんな感じでね、今ちょっとあっちから取ってきたんですけど、こんな感じでもうね、下から根っこが出てたんですよね、このポットの下からね、こんな感じで根っこが出てきたんで、もう完全にこれ発根してますね。2本こんな感じでやってみたんですけどね、これに実は今年のね、7月ぐらいにね、目継ぎをしたんですよ。で、ここにね、目継ぎちょっとテープが貼ってありますけど、実はね、これもね、前もちょっと紹介したと思うんですけど、やっぱりホギとこの台木のバランスっていうのがすごい重要で、それさえ守ればね、どんな初めての方でもね、ほぼつくんですよ。ただそのタイミングだけがちょっとでもずれるとね、かなり上手い人でも多分落ちちゃうっていうようなね、そういうことになりますね。で、今回私3個継いだんですけど、なんとね、2つも落としちゃって、真ん中だけが一応ついたかなって感じですね。もうこれも正直処分するような感じなんでね、まぁ、ちょっと今テープ取りますね。こちらはね、落ちちゃってるんですよね。完全に落ちてますね、多分ね。あ、でもここはちょっと緑だったんですけどね。なんかね、本当にね、もう夏バテしちゃったのもあってね、こんな感じで腐ってますね、ほら。芽がね、見えますかね、この部分がね。で、ここなんですけど、これはなんかくっついてそうなんですよね。で、スタンダードは基本的に3芽継ぐのが、まあ一応、まあ、セオリーというかね、形が良くなるんですよね。なんで3芽継いだ方がいいと思います。で、これがついてると思いますね。こんな感じでね。で、このなんかちょっと白いブツブツしたようなものがですね、これね、実はカルスなんですよね。未分化の細胞がこうやってついてきてますね。まあ人間で言うとかさぶたみたいな感じですね。ちょっとこれ取っちゃいますけどね。こんな感じで。ここに芽がありますよね。見えますかね、ここ。芽がありますよね。そんなわけでね。これちなみに継いだのはセンチメンタルっていうね、バラですね。あ、皆さんね、このね、継ぎ木とかするときは必ずそのライセンスは守ってくださいね。こちらセンチメンタルは完全にもうライセンスない品種で、パテントってやつがない品種なんで、まあ別に誰が継いでもいいわけなんですけど、まあ最近の品種はね、ちゃんとね、品種登録とかしてあってね、生産者の方が一生懸命作った品種なんでね、まあそういうものは勝手に継がないようにお願いします。まあこんな感じですね。で、この上もやっぱり落ちましたね。なんで一目だけついたっていう感じですね。まあそんなわけでね、目継ぎもね、まあ僕がやってもたまにこんな感じのこともありますんでね、皆さんもそんなにもしうまくいかなかったとしても気に病むことは全くないと思いますんでね、まあトライアンドエラーでやってみてください。タイミングが良ければね、もうほぼ全部つきますんでね、毎年毎年ちょっとずつやっていくのも楽しいんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、こっから先なんですけど、これ今年の、まあ大体初夏ぐらいに、目継ぎをしたんですけど、まあこれがね、このままにしといて、来春になったらですね、もうバッサリ切っちゃいます。大体この芽がついているところから2節ぐらいの上のところでバツンですね。まあ今回はもうこれも、まあ、サンプルというかあれなんでね、私切っちゃいます。この時期は本当は切らないですけどね、バッサリいっちゃいますね。はい、こうするとどういうことが起こるかというとですね、すべての、まあ、水とか養分はみんな吹くところがないんで、この芽から吹いちゃうんですよね。今まではこの上にあったところの枝の方にね、養分を送ってたんですけど、そういう芽がすべてなくなったことによって、この芽が動き出してくると思うんですよ。こっからちょっとね、10月でもね、暖かい時期なんかが続くとね、もしかしたらね、この芽が動いてくるかもしれないですね。
このままもうどんどん寒くなるとね、このまま休眠しちゃって、来春にこの芽がぐんと大きくなるっていう感じですね。まあ、ちょっと気になる方はね、ここにまあカルスメートみたいなの塗っといてもいいと思いますけどね。まあ、こういうところからね、キャンカーっていうかね、病気が入ってね、大体節々のところがね、まあ関門みたいな感じで、この辺は免疫力が高いんですよね。なんでこの辺でね、もし入ったとしてもこの辺で大体止まるとは思うんですけどね。勢いづくとね、ガーッと枯れ込むことも多少あったりするので、まあちょっとなんか塗っとくのもありかもしれないですね。まあ僕はもうこのままとりあえずそんなにあれなんで、このままにしときますけどね。そんなわけでこんな切ってやるとこれが動くっていう感じですね。はい、今回こちらはね、今年ついたのは芽継ぎというやり方でやらせていただいたんですけど、もともとこのね、芽継ぎっていうのはね、まあヨーロッパの方とかでね、バラの増殖でよく使われてた方法で、今はね、中南米のブラジルとかでもね、よくやられてる方法かと思います。ちょっとやり方はね、微妙にヨーロッパのやり方と違ったんですけども、今回はね、ちょっとね、新しい試みというかね、昔ね、日本でやられてたね、切り継ぎというね、継ぎ木方法でこのバラのスタンダードを作ってみたいなということでね、実はね、真夏の時期にね、やったんですよ。本来その継ぎ木っていうのはね、継ぎしたるね、職人たちがね、冬の時期にね、継ぎ木をやるんですよ、本来だとね。なんですけど、真夏のクソ暑い8月の30度超えの日にね、継ぎ木っていうもの、まあ、切り継ぎっていう言い方をするんですけど、切り継ぎをやってみたらね、それがね、実はうまくいっちゃってね、結構ね、葉っぱもしゃもしゃしてきてるんでね、そのやり方を今回はね、ご紹介したいと思います。なぜか10月の14日にですね。まあ、これもね、今時期やってもね、うまくいかないと思いますんでね。皆さんもやるならね、まあ、本来で言うと冬のね、寒い時期に温室とかでね、ちゃんと管理してやるようなもんなんですけど、夏場で実際できたんでね、まあ、夏場にやってみるのもね、ありなのかもしれないですね。ただやっぱ活着率はね、50% ぐらいだったんで、まあ10本やって5本成功するかな、みたいなね。まあこれも多分ね、ほぎとね、台木のバランスだと思うんで、うまくいけばね、ほぼ 100% いくっていうような感じだとは思います。まあちょっとね、後でね、成功例もご紹介したいと思いますんでね。今はね、ちょっとね、その、継ぎ方的なものをね、ちょっと皆さんにお見せしたいと思います。それでやってみます。はい、いきなり急に刃物が出てびっくりしたかもしれないですけども、これがね、切り出しといってね、まあ継ぎ木とかするときに使うナイフになりますね。ちょっと先端恐怖症の人はあんまり先を見ない方がいいかと思います。まあこれで一応切り継ぎ、まあ継ぎ木なんですけど、やっていきたいと思いますね。ちょっとね、この感じでできるかな。まあとりあえずやってみたいと思います。まず、こちらはね、芽継ぎでついてたやつだったんで、一目ついてたやつなんで、こちらのもう少し細い方でやっていきたいと思いますね。まずですね、継ぎたい場所の長さで頭を跳ねます。まあ今これで切ってるんで、まあこの辺にしておきますかね。同じ高さでね、こちらで今カットします。はい、ちょっとハサミが良くないんであれですけど、断面が見えますかね。ちょっと見せますかね、断面。これでピント合わせると、うん、こんな感じですね。わかりますかね。このね、真ん中の白いところがね、木質といってね、まあ言ったら人間で言えば骨みたいなもんですね。で、ここの細い、この周りの、この細い、この部分がね、形成層って言って、ここからまあ水とか養分とかをあげてるという感じですね。ここにちょっと細工をして、継ぎ木をしていきたいと思います。まずですね、何を継ぐかですけど、まあ、ライセンスがないもので、色がちょっと全然違うようなものがいいですね。私大好きなね、ロサグラウカっていうね、ロサルブリフォリアっていう原種、スピーシーズがあるんで、それをちょっと使って継ぎ木をしていきたいと思いますね。はい、これ、ほぎを取ってきましたね。このほぎもね、まあ先ほど言ったように台木とほぎのバランスが重要って言いましたけど、この切り継ぎっていうか継ぎ木にやっぱり適したほぎっていうのは、こういうようなね、やっぱりちょっとね、硬いような枝がいいんですよ。
でもね、例えば去年の枝とかじゃなくて今年出た硬いような枝を使うのがフレッシュかつつきやすいと思います。去年とかの古いね、もうかなり木化したような枝をね、硬いからって使うとね、意外と芽が出なかったりするんでね、できたらね、ちょっとこれぐらいね、今年出た若い枝なんだけど、まあ花も咲いて、ちょっとね、こうまあアダルトな感じになってきたね、枝をチョイスするのがいいかと思いますね。こちらがね、ローサルブリホリアのホギになりますね。まあこれ切ってきます。接ぎ木はね、一応ね、このスタンダードはね、2目だいたい継いで、2枝ね、入れていきたいなと思いますね。まあ、ここと、ここで取りますかね。こんな感じでまず2枝取りました。これを継いでいきたいと思うんですけど、こっからが結構ね、まあ、ちょっと難易度高めというか、先ほどのね、継ぎ木の用のこのナイフで、これで、やっていくんですけど、まあ、ここに芽が1、2ってありますよね。これだとね、ちょっとやっぱり長すぎるんで、切っていきますけども、ここでちょっと細工が必要で、まずこれを斜めに行きます。こんな感じで綺麗に切れましたね。めっちゃ硬くてしまったいい、ホギですね。ただ台木がね、合ってないのかな。あ、まあ、時期が合ってないんでね、ちょっとつかないと思うんですけど。そしたらこの、ここのこの逆面を、裏面を薄く剥ぎます。いや、マジ選挙活動のスピーカーがうるさかったりね、10時のチャイムが鳴ったりしてね、何回も何回もやり直してね、もうこれ一回やっちゃったんですけど、これ2本目ですね。2本目のでちょっとね、やっていきたいと思います。こんな感じでね、先ほど言ったようにこう、ま、斜めにカットしました。そしたらこの裏面にして、ここをうっすら剥ぎます。こんな感じで、ここをね、うっすら剥ぎます。こんな感じで。ちょっともうちょい切ってもいいかな。こんな感じで。で、これを、台木にはめるわけなんですけども、じゃあ今度台木の方に細工しますね。まず台木のこの部分、この形成層のこの部分ちょっと斜めにカット少し入れます。そうするとここの断面がここ分かるんですよね。この部分を剥いでいきます。これはね、前のね、あの目継ぎナイフとちょっと違って、この切り出しっていうのは片刃なんでね、片側しか刃がついてませんね。でこれでこうやって剥いでいきます。本来ね、軍手とかした方がいいと思います。こんな感じ で今こんな見えますかね、こんな感じで今取りましたね。でここに先ほどの、台木をはめます。ちょっと逆サイドもやっていきたいと思います。はい、取れましたかね。一応ね、1つ、2つ、こんな感じで、剥ぎましたね。それで先ほどのですね、こちらのホギを、ま、もう手でこうスーッとこう入れて、ピタッとくっつけます。で、この時注意な、しなきゃいけないのが、この形成層の部分と、こっちの台木の形成層の部分がくっつくように、してあげないと、要は先ほど言った養分、水とか養分をね、あげるのがこう継続してくっついていかないと、そのままただ置いただけになっちゃうんで、必ずくっついた状態でこういうふうに入れます。しっかり入れるとね、こんな感じで振っても動かない状態になりますんでね、同じようにこれも入れます。こんな感じでね、見えますかね。まあちょっとごめんなさい、もう本当にこんな感じでとりあえず2個こういう感じで入れましたね。で、あとはこれテープでぐるぐる巻きなんですけど、本来ね、職人がとかがね、冬場やるときはこれもさらにロウ付けしてね、保湿するみたいな感じで、乾燥させないように保湿させて、まあ温度もかけてね、やるんですけども、僕がね、夏にやったのはね、とにかくぐるぐる巻きにしてね、まあ屋外でね、当然そのまま、ね、地植えしてあったやつにやったんでね、
テープでぐるぐる巻きにする程度でおしまいだったんですけどね、まあ、それでもついたんでね、まあ、これはどうなるかってとこですけどね、まあ、じゃあ10月14っていうのがね、ちょっとよろしくないですね、時期としてはね。もう完全に休眠に入るかなっていう感じなんでね、バラもちょっと落葉し始めてきてる時期なんで、まあ、こんな感じでとりあえず切り継ぎ終了です。これからじゃあテープ巻いていきますね。はい、じゃあおなじみこちらのテープ巻いていきたいと思いますね。まあ、しっかり下面はね、下から僕は巻いていくんですけど、こんな感じでね、結構丁寧に。これがね、落ちないようにね。でここの横のね、目はね、気にしないで巻いちゃっていいですね。完全にもうしっかりもう巻いちゃう感じ。もうぐるぐる、もうミイラのように。で、この中心もね、乾燥させたくないんで、この8の字のようにしてね、とにかくしっかり巻いていきたいと思います。切れちゃった、しょうがない。じゃあここで、はい、こんな感じですね、しっかり巻いちゃいましたね。はい、後半かなり雑になりましたけどね、一応巻けましたね。まあ、これがね、もうちょっと外気室温が高かったりしてね、台木のあれももうちょっとフレッシュで、ほぎももうちょいフレッシュでね、な状態だったらね、こっから動いてくるとは思うんですけど、まあ、今回はこれね、実はね、まあ、本当に、ダメ元でやってみました。まあ、こんなやり方でやるんだよっていうことでね、やらさせていただきました。まあ、これからね、まあ、夏にやったところね、これからご紹介したいと思いますけど、こんな感じになるんだよってぜひ見てみてください。こちらがですね、例のね、切り継ぎをしたね、8月に切り継ぎをするという暴挙に出たね、まあ、株になるんですけどもね、完璧にうまくつきましたね。見ていただけるとわかると思うんですけど、ピント合わせるとこんな感じですね。枝がね、手前と奥、まあ、左右ですかね、左と右にこんな感じでね、接ぎ木をして、どっちの目からもね、こんな感じで枝が吹いてますよね。まあ、ここまで来るとね、もうどんどんね、先端はね、こんな感じでね、こう描いてあげるといいですね。描くことによってね、どんどん下の根元の方からね、たくさん枝が出てね、早くトピアリー型が作れると思います。まあ、ここもそうですけどね、一回こうピンチをかけるっていうんですけどね、目をつむとこんな感じでね、また枝がたくさん出てね、まん丸になるんじゃないかなと思いますね。まあ、これね、実は品種によりますね。木立製のね、まあ、バラを継ぐとね、まあ、なんていうんですかね、まん丸に行くんですけど、ここにね、ランブラーシュみたいなね、ツルバラつくとね、大変なことになりますんでね、超頭でっかちで、もう、もわー出てきてね、結構大変なことになってて、まあ、すごいね、長めのスタンダードのね、このね、枝が長めのスタンダードにね、上についてこう、しだれさせるっていうようなね、圏外仕立てみたいな仕方もあるはあるんですけどね、まあ、僕はこういうトピアリ型まん丸にして仕上げるのが好きなんでね、まあ、こういう木立ちのね、品種をつくといいと思います。こんな感じでね、8月にやってもね、切り継ぎ成功しましたね。隣のやつも成功してます。ちょっとね、今回はね、皆さんのためにね、このね、例のこのテープを取ってみようかと思いますね。まあ、この時期本来取るべきじゃないんですけどね、ちょっと皆さんのためにどんな感じか見てみましょう。はい、皆さんは見えますでしょうかね。今ちょっとテープを取ったんですけども、こんな感じでね、下からね、
目継ぎでやった時と同じようにね、こうカルスが乗ってきましたね。こちらですね、この部分とかもう結構乗ってきてますね、この下からね。こういうね、横からもね、しっかりついてくるとね、完璧にね、まあ、ついたって感じになるんですけどね。まだちょっとね、やっぱり剥がすには早いですね。これがしっかりついてきたらね、台木とこのね、ついだやつが一体化していくんでね。まあ、もう少しこのまま縛ってね。来春になったらね、一気にね、あの水をあげてね、ぐんとこう、くっついてね、いくと思いますんでね。こういうね、切り継ぎ、まあ、継ぎ木ですね。これでもね、スタンドアップできますんでね。皆さんもね、ちょっとやってみてはいかがでしょうか。毎回言ってますけどね、台木の方とね、ほぎの方のね、もうバランスですからね、運が良ければほぼ 100% いくと思います。それではサラダバー。